一次産業の働き手不足を解消しようと、ある業界からの再就職を見据えたインターンシップが江別で行われました。子牛を相手に奮闘中の2人。藁の香り漂う牛舎に来ています。今日ここで子牛の飼育をしているのは自衛隊隊員の皆さんです。20代と50代の自衛隊員です。実はこの2人、もうすぐ自衛隊員としての任期が終了します。江別にある農業法人の牛舎で今日行われたのは、退職を予定している自衛隊員向けのインターンシップ。一次産業での人手不足を解消しようと道が企画しました。大体1杯で、はい。農業の現場は体力が勝負。隊員時代に培ったスキルを生かした活躍が期待されます。もともとそういう仕事、体をこう使う仕事の方々なんで、そういう意味でいくと、なんか思った以上に動けてたのかなっていう感じは。免許がほとんど結構ね、特殊なものを持ってらっしゃる方が多いみたいなんで、操作という意味で非常に力になってもらえると思います。7分ぐらい。今日は牛舎を清掃したり、藁を交換したりする作業を2時間ほど体験しました。再就職のですね、参考となったという感想があります。これからも農業について隊員に周知をしていく形をとってですね、より一層ですね、この業界に興味を持っていただけるようにしたいと考えております。防衛から農業へ、次のステージで彼らが守るのは食の未来かもしれません。